さて、めちゃくちゃ木をめちゃくちゃ木をでかくしております。めちゃくちゃでかなってますけど、なんかアイテムをたくさん取って木の根元に戻ると木がまた大きくなって、木が大きくなるとなんか違うオブジェクトがこの空間に生み出されて、それをまた取ってきてを繰り返している最中です。それを繰り返した先にゴールが待っているのかどうかはこの動画を見ればわかる。今クマを探しておりました。白クマなんですよね。ちょっと、あ、いたいたいた。白かどうかわからないけど、単色のクマなの。お、戦ってえら。戦ってなかった。さて、クマどうでしょう。木々は成長しますか。木どこ？木どれ？木はどれ？これ。ちょっと近づいてみましょう。どうだ？クマポイントもらえるかな？クマポイント。まだもらえず？でかならんな。もっとクマ持ってこないとダメかな。か、世界をもっと見てもらうとクマ以外のものがいるかもしれない。まあね、いまいちこの生産のシステムがよくわからないので、適切な場所に行かないと進展がない可能性もある。もう今まで手持ちのものは全部ここにも食べたみたいだね。木がちょっとぐるっと回ってみましょう。なんか次のものがいるといいな。生命の気配なし。ぐるっとこう外周を回る感じにしてみましょうか。前回はなんかあまり方向を決めずにフラフラしてたので、まだ未知の場所があるかもしれないですね。基盤だ。エブリマン is the creation of himself, the image of his own thinking and living。 はい、夜が明けて3日目の朝になりましたね。でかいな。はっきり見えんだね、どっから見ても。
しかし生物いない。おいた、クマがまだいた。なるほど、色ついてましたね。なるだけたくさん木があった。手に入るところに行きたい。どうでしょう、これで残ったクマも食べたかな。戻っていきましょう。木々たちを。いや本当、絵はすげえ綺麗なんだよな。あ、成長した成長した。した？した？成長したと思います。なんか新しいもの生まれてないか？その辺に。生まれてないか。あ、いた、クマだ。まだいた、まだいた。あ、クマじゃねえ。なんだこれ。クマではない。ライオンみたいなやつ。いるいる、この辺にいる。これなんだ。猫じゃないだろう。でかいよ、だって猫科のなんかなんだけど、トラかな。
木々はまだ成長しない。もうちょっと集めないといけない。探そう探そう探そう。結構遠いところも行かないといないかな。木から離れてみましょう。これもうさ、小さい木ってさ、取ったらもう減る一方なのかな。まあ、どっかで増殖してるのかな。一旦取ったものがこう復活はしてないように見えるんだよね。いたいたいた。Easy to hide our ignorance under such explanations as the plan of creation, unity of design. はい。あ？いるいるいる。ね、トラ、猫だね。猫だね。巨大猫じゃ。これで木々も喜ぶじゃろう。木のところに行こうか。木あっちな。明るい明るい。いや、いるいる。これだけギョーさん集めてきたらキーさんも喜びはるで。またでかくなった。またでかなったんじゃろうな。この辺一帯がすごいシンプルになってる。木がでかなるにつれてもうあれだよね、主人公の活動できる範囲はどんどん狭まるはずなんだ。さて、次の何かがどこかに生まれていると思われます。ここではないかな。ここではないね。取り尽くしたエリアはやっぱそのままになってるような気がしますわ。あんなまっさらな空間なかったもん。なんかいる。
ゴリラかな、馬かな、なんだこれ、キツネゾイ、あ、オオカミか、オオカミかなこれ、キツネかな、キツネっぽいな、でもガタイが、ガタイがいいからちょっとオオカミっぽく見えちゃう、キツ、どっちですかね、詳しい方キツネおよびオオカミに詳しい大人の方、意見お待ちしております。宛先は郵便番号102の私これ結構こう 荒くいくつかも物残っててもいいやっていう感じでやっていくんですけど、なんか人によっては多分これ根こそぎ取らないと気が済まないんでしょうね。どうするこのゲーム、最終的な目的が本当に全てのオブジェクトを取ることだったら、この草木一本全部フィールドから消すんで、そんなゲームないか。影が怖え、木がでかすぎて岸壁に映る影が怖え。で、キツネがいねえ。そんな話すこともないし、無言でやってるんですけど、楽しいんですよね。目的が分かって、やり方も分かってきて、駆け抜けるだけなんですよね。なんか効率よく駆け巡るだけっていう、楽しいんですねこれ。なんかこう掃除をしてるときにほうきでちり取りにこうゴミを入れるときに、めっちゃたくさん一回でゴミ入れられると気持ちいいみたいな、その時の気持ちよさ、一回体験してみてはいかがでしょうかなんだそれ。ある種こういうのは、こういうのも ASMR なのかもしれないですよ。 ASMR ってなんか音フェチみたいな感じにこう世間では捉えられてますけど、基本的にあれって元の意味はよくわかんないけど気持ちいいもの全般のことを指すので、ゴミがちり取りにたくさん一発で入って、ちりとりを浮かべた時に下にゴミが落ちていないような状態になった時に気持ちいいなーってなるのは ASMR なんですね。木どこだ、あった、ちょっと一旦キリさんのところ行ってみましょうか。キリン、キリンじゃない、キツネがまだおる気がするのよな。
お、成長した。お、あ、次できた、できた。うさぎかい？うさぎだね。なんだ、動物が一旦ゾウまで行ったのにまだ小さくなってないか。うさぎでいいよね。うさぎだよね。うさぎ集め、じゃあ。20分やってんの？ウサギがいそうなとこどこ？いた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 。これは石か。これは石たちだ。なんかその辺に、あ、いた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 、いる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 。サンガリンジャー、どうでしょう、ちょっと一旦寄ってみようぜ。まだ必要かな。もうちょっと必要っぽいね。木が反応してくれない。もうちょっとウサギを集めないといけないです。いたよ。OK。 そして次、あれですね、一旦木のところ戻らなくても、馬新しく生まれたオブジェクト全部取れば自然にもう次の目的を出してくれるみたいですね。24分区切る？このゲームをパート3に分けてやる人僕しかいないんじゃないかな。続きます。